どうも、駿河屋大好き、中古ゲーム屋巡り大好き親父でございます。今日はねこちら駿河屋さんの、桃太郎王国の方にね、遊びに来ました。まずはちょっとね福袋がどうかなと思って今ちょっと見てきたんですけども、漢字の福袋なんですけど、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。漢字のね福袋の方なんですけども、イメージとしてはね、ファミコン10本入り1000円とか、ゲームボーイ10本入り1000円とか、そういうねソフト単体のね、福袋があるかなと思って今回ちょっと楽しみで行ってみたんですけども、実際のところはね、おもちゃ買うね多かったね。ガンプラ1万円とかミニカー1万円とかね、スクイーズ1万円とかそういうのがあって、ゲームはね、私が行った時だとスーパーファミコン本体とゲーム10本付きで2000円っていうのが2袋、あとは PS3 の本体プラス、ソフト10本、HDMI ケーブルって書いてあったかな、そんなののね、そういった福袋なんかはちょっと置いてあったんですけども、全体的にね、私が期待してたようなそんなね福袋がなくてちょっと残念です。今回ね駿河屋に行く予定ではなかったんで、ちょっとねこの間行ったカード査定してもらおうという動画を上げたんですけども、今日はね持ってきませんでした。そして一応ね、上の方で店舗の方でね、聞いたところ、上の店舗でね買い取りやってるってことなんで、また後日持っていきたいなと思いました。福袋の他にはね特にそういう正月系のセールっていうのはやってなかったんですけども、まあ、全体的にね、県内にあるハードオフだとか、そういう関連の、まあ、お店に比べると値段がね、まあ、高いのもあり安いのもあり、そんなね感じでございました。というわけでね、今日はまあちょっといろいろねゲオセールなんで、ゲオメインに回ってるんで、この後もちょっとねゲオに寄って帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ゲーム大好き駿河屋大好き親父でした。コンティニュー。